こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の4月の20日、1時ということでね、1時間過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は、120円台になってしまいましたね。129.822 ということです。まあ、ここではね、ちょっと上がったということになってますけど、まあ、触れてるのでね、そういうふうに見えますが、これ、月足なんですけど、はい、3月8、4月とね、陰線が2つも並んでしまいました。残念ですね。この2月の勢いはどこへ行ってしまったんでしょう。はい、これ4時間足ですけど、ちょうど1ヶ月間ぐらい、2ヶ月か、2ヶ月間ぐらい見てるんですけどね。まあ、まだこうやってね、ちょっと、ひいき目に見ればかな、はい。とりあえず高値更新、安値切り上げという状態でまだ来てるんですよね。はい、だからここのひげのね、手前で、こう、ちょっと今、何回も、こう、下をつついてる感じなのでね。はい、ちょっと抜けてもおかしくないかなという形になってきちゃいました。はい、だからね、ここまでいかないことをね、ちょっと願いたいと思います。では、ツイッターの方行きたいと思います。マゴですけど、カルダネイデエコシステムウィルベネフィットフロムザリクイリティインフラストラクチャーフロムザブートレードネットワークということでね、この流動性の、まあ、高いインフラのウッドトレードっていうのができてね、カルダノにはいいだろうということですね。カルダノの新興分散コミュニティの利点を探求するウートレード。ウートレードのネットワークはエイダトークンをサポートし、より効率的なデジタル資産取引と資本市場インフラの改善に関するカルダノ財団とより広範なカルダノエコシステムと協力しますということで、まあ、取引は活発になるんでしょうけども、ちょっとね、ここ読んだけどあまりよくわかんなくて、はい、ちょっとここだけ読むとイメージがつかめるかなと思うんですけど、当然のことながら取引量が流入してくる場合、流動性に対する需要が高まっています。ウッドレードは機関の流動性供給戦略を迅速に活用して資産チェーンに投入し、あらゆるネットワークにプロの取引環境を提供することができます。これにはスワップと DEX の手数料の削減、スリッページの削減、分散型取引体系の集中化プラットフォームに対する分散化の経験など詳細が含まれます。これらのソリューションを導入すれば、あらゆるネットワークを大規模な採用に向けて準備することができます。ウートレードはブロックチェーン上に構築されたカルダノ財団と独立したプロジェクトを協力する最善の方法を積極的に模索しています。最初のステップとして、ウートレードはカルダノのネイティブエイダを流動性支援のためのネットワークを使用して、取引の使用の場として20機関のと取引所にアクセスできるようにすることですということで、まあ、いろんな取引所をつないだりして流動性を上げるという感じかなと思いますね。手数料取引を通じて、プロとアクティブなトレーダーを引きつけるファーストパーティーの取引プラットフォーム、X ベータが含まれますということでね、はい、流動性が上がるということでしょう。はい、今度はその社長の小玉さんですね。エイダは 73.3% がステーキングされていますと、こちらを見ていきますと、はい、ステートオブザステーキング、ステーキングのまあ状況というんですかね、欄外に、4月の19日とありますのでね、もうつい最近の状況でカルダノが一番多くて、280億ドルということですね。で、時点がポルカドット、はい、でこれはステーキングですけど、他の方がね、この開発の方ですね、アベレージディベロップメントアクティビティオン GitHub ということで、ラスト30日1ヶ月の間の開発の、まあ、量っていうんですかね、活動量ということですよね。はい、これもカルダノの一番と、はい、大体この草間とポルカドットって上位にいますよね。はい、愛知東海ステークプールさんですね。愛知は東海を出したって言ってましたね。はい、アイデアスケール登録状況について皆さんの状況をお教えください。議論参加体験とはアイデアコメント投稿白紙ボタンのいずれかのコードとしますということで、私は、登録はしてあって、参加議論、まあボタン押すぐらいはまあやってるので、まあここかな。はい、まあ結構均等ですね。まあ、知らない人以外は均等と、はい、いうことですね。まあ知らない人がいるということなので、アイデアスケールは、はい、そこのページに、まあ、検索してもらえれば行くと思いますけど、アイデアを提出して、まあ、なんですかね、それを揉んで、実際に、そのアイデアを採用するのかしないのかということで、その民主主義的なところをブロックチェーン上でやっていこうと。いうことを試すのと、あとはね、実際にその中でカルダノを改善していくということをやっていくということですよね。
はい、で開発者エコシステムの改善、DAPS の統合とかね、まあ、大きくいくつか、まあ、なんですかね、ジャンルがあって、そこにいろんな提案をしていくということで、でそれに対して意見を出すと、あるいは投票するということで、まあ、自律型の組織っていうんですかね、そういうことも、これでね、成り立たせていくという流れでした。はい、スーンさんですけど、体の枝 SPOs at least you、BP だから、ブロックプロデューサーノードですね、is running on 1.26.2 ということで、まだバージョン 26.2 に変えていない人たちがこれだけいるということですね。人たちというか、プールの数。だから、全体が2000だとすると、700ぐらいかなが、まだ更新してないということですよね。で、いろんなツイート見ると、今日中というか、今日中じゃないな、もうあと5時間、6時間後かぐらいに、エポックが変わるのでね、それまでに基本やっときなさいよということだったと思いますので、ちょっとね、これ3分の1ぐらいのプールが、ちょっと不具合があるんじゃないかなと思われます。はい、まあ、なってみるとね、また不具合が出てるよっていうツイートが出てきたりするんじゃないかなと思いますのでね、ちょっと注意していきたいと思いますし、あのご自身のね、委任先は、確認されておいた方がね、いいんじゃないかなと思います。はい、次にシャムさんですね。体のピープル、be honest. What's your status in right now? 今どうですかと。スキアド、こなせる、売りたい。ちょっとビビってて売りたい。2番、I'm doubt, こなせる、パート。まあちょっと疑ってきてるので、一部売りたいということですね。3、waiting to decide in between。1か2のどっちかで、まあ、決めるかもしれない、迷っていると。3番、I got diamond hands。ダイヤモンドハンドっていうんですね。まあ、ガチホのことだと思いますけど、まあ、私の今はこれしかないなということですね。おお、みんなこうだ、はい。でもやっぱ、多少ね、こういう方たちもいると。まあ、それはそれぞれのね、状況によるんで、いいかなと思います。はい、ここに、ちょっと売り買いに関する話がいくつか出てますね。Has everyone forgot about Africa? アフリカについての話はどうなったのっていう感じですかね。Any good news on that coming soon?まあ、新しいいいニュースがね、来るらしいんだけどって言ってると思うんですけど、ペイシエンスと、まあ、もうちょっと待てよとチャールズさんの言葉ですね。で、その下は、I will just bought more EDA と。EDA を買いましたってことですね。はい、で、全然関連してないんでしょうけど、トモさんは、当分は EDA を売却する予定がないので、パソコンからヨレヨレと削除しましたと。彼はね、ある程度もう、売却して残りをこうやってやってるということですね。で、これにより万が一パソコンがハッキングされても、ADA が盗まれる心配がなくなりましたということでね、本当にまあ賢いですね。はい、素晴らしいなと思います。はい、最後、ビビさんですけど、ADA 贈り物プレゼント企画ということですね。まあ、プールオペレーターなどで委任してくださいよということだと思いますけど、ADA、160 ADA を2名、80 ADA を1名と。ということで、毎月ですからね、結構、どっぱらな企画だと思いますということですね。で、僕とフォロー、まあ、この方、外国の方なので、日本語に訳して、ちょっとね、こういう訳になってるだけだと思うんですけど、はい、すごいですね、160って言ったら、2万円ぐらいですかね。はい、すごい企画だと思います。はい、では値段に戻りまして、130円に戻ってますね、130.17 円ですね。よいしょ。14,012.9×130.17 で元本が10万円ですので、計算しますと、1,724,059円のプラスということで、よいしょ。1,724.1% のプラスということですね。はい。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。値段下がってきてますけどね、頑張りましょう。では失礼いたします。